謎の転校生は、眉村拓の SF ジュブナイル小説。中学2年コース1965年から中学3年コース1966年4月号に、連載、森光社、ジュニア SF シリーズ第6巻として1967年に、刊行された。中学校にやってきた謎メーター、転校生の秘密と巻き起こす事件をめぐる、学園 SF で、 マユムラのジュブナイル小説の代表作の一つ。および、それを原作とする映画、ドラマなどの作品。NHK 総合、少年ドラマシリーズで1975年に、テレビ東京、ドラマ24で2014年にテレビドラマ化。小中和也監督、新谷町春主演で1998年に映画化、された。学研の中学2年コース2965年から、 連載開始された。当時、大文社の中1時代で連載されていた、三瀬流の夕映え作戦が好評だったことを受けて、学研でも SF を連載しようという運びになり、福島正美の紹介で、眉村に依頼が来たらしい。当時の日本は SF の早々期であり、眉村のような若手の書き手には、仕事がなく SF を知らない。 中学生を対象に自由に SF が書けるとあり、すぐに引き受けたという。中学2年生が読者であることを考慮し、学園を舞台にという編集部の要請を受け、当時眉村が住んでいた団地と母校をモデルにして、執筆することになった。タイトルは、当初、白い旋風とするつもりだったが、編集部から、文芸的すぎる、具体的で、わかりやすくと即座に却下され、 編集部がほとんど一方的に謎の転校生と解題した。当時はセンスのないタイトルに肩を落としたが、連載手との兼ね合いを考えれば、謎の転校生が正しかったと後年になって述べている。連載は好評で、最終回直前に編集部から連載の延長と、自学年への持ち上がりを要請され、講義も通らず、話をもう一度飛躍させてやれと思い直し、3回延長され、 そこで、また人気が上がったという。最終回が掲載されたのは、中学3年コースの1966年4月号だった。少年少女向きの物語だが、核戦争や科学の進歩の講罪など深いテーマを扱っている。大阪の進学校として、有名なア南中学校。主人公の岩田博和は、その2年3組の人気者で、リーダー格の生徒だった。 ある日曜日、広数の住む団地の隣部屋に、いつの間にか人が越してきた気配があった。いぶかしんだ広数が様子を伺っていると、ギリシャ彫刻を思わせるような美少年、山沢のりおに声をかけられる。彼の存在感に圧倒された広数は、覗き見していた、決まり悪さも手伝って、半ば逃げ出すようにエレベーターに乗り込むが、用があったのか、のりおも同じエレベーターに乗り込んでくる。 直後、偶然の停電でエレベーターは一時停止。するとノリオは小型のレーザーのような道具を使って扉を溶かそうとし、ヒロカズはその過剰な慌てぶりと行動に不信を抱く。翌日、ノリオはヒロカズのクラスに転入してくる。美少年な上に勉強をもスポーツも万能なノリオは、やがてヒロカズ以上の人気者となっていく。しかし文明への批判を口にし、 雨が降れば放射能が含まれていると言って極端に恐れるなど次第にその言動と行動には周囲との違和感が目立ち始める。そして体育祭のリレー競技中にノりオはジェット機の爆音を聞いて逃げ出すという気候を見せるが奇妙なことに彼と同じ日に転校してきた他数人の生徒も同じ行動をとっていた。やがて大阪の他の小中高校で同じ日に 東京から転校してきた生徒たちが似たような騒ぎを起こしていることが判明する。彼らは一様にギリシャ彫刻を思わせる美貌と万能ぶりを兼ね備えており、マスコミに天才少年少女事件として報道された。騒ぎが大きくなる中、ノリオとその家族たちは、ヒロカズたちについにその秘密を打ち明ける。百七十五年十一月十七日から十二月三日に、 当時人気のあった NHK 少年ドラマシリーズの一作として NHK 総合にて月曜から水曜の18時5分から18時29分に放送された。全9話、内容は原作とほぼ同じ。翌1976年12月27日から31日に再放送されている。映像の現存状況 NHK が所持していたマスターテープは 他の撮影に使い回されたため、本作の映像は保存されていなかったが、家庭用 VTR で録画された映像が、全話現存し、NHK に寄贈され、NHK アーカイブスに保管されたため、再び視聴することが可能となった。VHS、後に DVD で商品化されたほか、2006年9月から、ミステリチャンネルにて再放送された。 キャストスタッフ放送日程その他映像ソフト2014年1月11日から3月29日まで毎週土曜日午前0時12分0時52分にテレビ東京系ドラマ24枠で放送された中村葵、本郷奏太、桜井美美奈美のトリプル主演 NHK 少年ドラマシリーズで主人公の広和を演じた高野博之は本作で広和の父 そして異次元である D-15 世界の広数を演じている。この他にも広数との利用が分かれる場所を NHK 少年ドラマシリーズ版と同じく団地の屋上と設定するなどオマージュと取れる部分がある。なお本項目では日時表記は未明で記載し提出された出展内容や公式サイトの表示とは異なる場合がある。 コラムニストの亀和田武もひるいなき映像美と岩井俊二によって創出された原作にはないアイデンティカという設定を賞賛し、またアンドロイド役の本郷かなたや元の世界に行った時の気品を崩さないプリンセス前とした杉咲花の公演を評価し、不朽の SF 学園ドラマであると評した。キャスト詳細な人物説明は原作部分を参照。 曖昧な役名の記載は週刊番組表の番組ページ、公式 HP のキャストページから引用。東西山高等学校 D-8 世界 D-15 世界ゲスト複数話、単話登場の場合は演者名の横の括弧、内に表記。スタッフ放送日程ネット局番台ビジュアルによって制作され1998年12月26日に 公開された。タイトルと登場人物の名前は原作と同じだが、人物設定が異なっているなど内容は全く別の作品である。女子高生、香川緑のクラスに謎めいた少女、岩瀬まゆかが転校してきた。緑は転校生、まゆかと親友になり、ある日、まゆかは自分は別の世界から来た人間であり、自分のいた世界は、 核燃料を搭載した人工衛星の落下で崩壊し、母と次元ジャンプによって逃げてきたのだと緑に言った。その時、マユカは次元ジャンプできる力を身につけてしまう。緑も次元ジャンプできる能力を得た。そして頻繁に世界崩壊後の異次元世界に行き来し、そこで新弓たちレジスタンスと共に敵と戦うことになる。ありがとうございます。